カイダイバー。今スカイダイバー何台目なんだろう。これはもうどうだろう。ケンメリの後ぐらいですか。これはケンメリの後ぐらいかな。5台目ぐらい。ジャパン。はい、5代目ですか。はい、5代目スカイダイバー。ジャパンっていうやつ。ジャパン乗ってるのに2台。ああ、そう。これは珍しい。これは今までの駐車でもなかなか見たことない。これは今まで。ああ。カーボン。見たターボ。2リッターのターボですか。すごいね。これはターボ。この時代がターボを聞いたんですかね。一緒に初めて。あ、そうなんだ。そうですね。すごい。この時代。ターボ。まあ、そうですね。すごいね。すごい。内装も結構オリジナルな状態で。5代目スカイダイ、まあ、全体的にオリジナル状態で、ね、すごい綺麗な状態です。 2000GTEL ね。ターボ。この時代は GTR はない時代か。 GTR ないけどでも2リッターのターボで速いというね。おそらくこの時代がターボついたのかな。なんだろうな、ね、どうだもしてあるか。いやこういうもんか。マフラーも変わってあるか。いやでもマフラー変えてそうなオーナーではないです。もう最初からこういう車高でマフラーもこうなのかな。スカイダイ 2000GTEL ね。いわゆるジャパン。もう分かりやすいようになんかジャパンで貼ってある。ジャパンで貼ってくれて。貼ってなかったらジャパンかどうか分からんというね。なかなか本物を見る機会ないもんで。スカイライン2000ターボ GTEL。 あ、すごい写真雑誌に載ってる人がいるね。そこに雑誌に載ってる人がそこにいますね。雑誌に載ってる人がそのままいるという。すごいな。3台か4台途中で帰るっていう。すごいな。ターボスカイライン 2000GTEL GT スカイライン 2000GTEL。 おそらくターボのついたのがこれが初じゃないかな。ジャパンのスカイラインでした。